はい、こんにちは、サイです。今回は新しい情報がちょっとだけね発表されているので確認していこうと思います。まずこちら、新降臨ダンジョンホッポ降臨全属性必須登場ということで、ホッポってなんだろうな、元ネタがちょっとわかんないんだけど、なんか見た目はちょっとアテンっぽいですね。はい、新たな降臨ダンジョンが登場します。今回絶壊滅級ということで、これあれですね、ジュロンド降臨と同じ難易度になっているということみたいですね。はい、で、3人ワイワイにも登場しますよと。で、この期間中にホッポ降臨をクリアすると初クリア報酬として、二次メダル3枚とプラス3000がもらえるので頑張りましょうという感じですね。いつまで？1週間、明日の金曜日12時から1週間ですね。はい、能力見ましょう。今回変身キャラとなっていて、体力の水光スキル4つで、スキルが3ターン防御0の変身18ターンですよ。リーダースキル水にコンボで軽減6倍で、変身後の方が体力攻撃水光指プラス回復エルジ2つ。回復エルジ2つっていた？他に俺の記憶にないんだけど、なんか複数持ちっていなかったような記憶があるんだけど、違ったらごめんなさい。多分初じゃないかな。はい、で無効貫通2つ、バランス攻撃体力回復キラーっていう感じですね。まあ、火力がまあ回復の L 字と、まあ、無効貫通のキラーにね頼ってるっていうところで、まあ、ちょっと出しにくいかなっていうふうには思うんですけれども、まあそうですね、降臨にしては結構強いかなっていうふうには思いますね。スキルの方がロック解除の下を水に変化、これが5ターンで打てますよ。強いですね。リーダースキルが水にコンボで軽減20倍、4色で軽減固定500万ということで、まあ、水の2コンボと多色要素両方か、重なっているっていう感じですね。ただ火力自体は水にコンボで出せるよっていう感じですね。そうだな、まあ同系統の性能であるジュロンドと比べると、まあ今ね、その貴族性めちゃくちゃ活躍してるんで、そっちと比べて、まあ弱くはないけども、ちょっとどうだろうな、スキル稼ぎの要因としてはなんとも言えんな。ロック解除要因が水属性そんなに多くはないので、まあそれが出るまでの間のつなぎとしては結構優秀かなっていうふうには思いますけどね。はい、かわいいかわいいな。なんかパーツが手足とか武器とかが全部凍ってますね。で、これが、変身で溶けて、だから全部合体して、こういうなんか一つの、体になるっていう、だからそういう感じかな。いいっすね。この変身前のこの顔が可愛くいいっすね。なんだろうな、元ネタはないのかな、そういうの特に。はい、ということですね。明日から頑張りましょう。次、一部モンスター能力調整ということで、これ先日ですね、生放送で行われたタイムアタックチャレンジの方で、ガチャ引いてね、そこから出たモンスターを強化しますよっていう、あれですね。はい、ということで見ていきましょう。まず、期間の方、これなんだ？あ、アモンが、転生から戻せるようになるぞということで、まあ、交換所の方にね、登場しますよっていうことですね。はい。で、見ていきましょう。まず、スキルが修正されますよ。アルスノアの方が、ランダムに光を5個生成ドロ鏡だったのが、消せないと覚醒無効3ターン回復して5個生成ドロ鏡っていう感じになりましたね。で、アモンのスキルが7から4になりましたよ。イズイズが12から11になった。これね、3体編成することで、ヘイストを絡めてルーブできるようになったんですよね。トールも一緒ですけども。まあ、それをわざわざして、ね、実際の攻略でどう影響するかっていうと、多分そんなにはしないと思うんですけれども、まあ、常時ね、攻撃力と回復力に倍率が 2.5 倍かかってるっていう考え方をするんだったら、まあ、魅力的かなっていうふうには思いますけどね。まあ、イズイズ時代も結構火力も出るキャラなんで、これはいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。トールもまあ、スキル5個持ってたりして、すごい優秀ですよね。ミストルティーンの方が、スキルが火置き、光を回復に変化して2ターン木に変化。これが、火とお邪魔置き、光と毒を回復で2ターン木属性に変化。これが7から5になっていますよっていうことですね。まあ、最近流行りのキパに入るかな。まあ、回復作ってくれるんで、割と便利なスキルかなっていうふうには思うんですけれどもね。なでこがお邪魔とか毒にはね、影響しないんで、それをカバーするっていうことはできなくはないかな。ちょっとわかんないけどね。はい。ウラノスの方がスキルが一旦属性吸収無効が3ターン属性吸収無効になって火、水、闇、回復、陣。これは結構いいんじゃないかな。はい、リーダースキル確認しましょう。アルスノアの方が、光の攻撃 2.5 倍、火の攻撃が少し上昇。なんか久しぶりに見たらこの書き方。両方持つ場合 3.5 倍が、光が 3.5 倍、火が2倍、両方持ってる場合7倍。あ、これ進化前か。
えらい弱いなって思ったら、ここ強化してもそんなに影響はないと思うんですけども、こっちですね。はい。光の攻撃5倍、火が4倍、両方持つ場合20倍に変わりましたよと。はい。で、アモンのこれは、超究極かな？体力悪魔の攻撃 2.5 倍、1回復 1.5 倍、弱めちゃくちゃ弱えな。はい。これが、水の攻撃が14倍、HP 回復 1.5 倍、水回復の同時で軽減の固定位置になりましたよと。次。イズイズの方が、水の HP 1.5 倍、攻撃回復4倍、水を5個つなげると、軽減だったのが半減になって、3倍から 3.5 倍、14倍出ますよということですね。まあ、そうだな。半減もらったんで、耐久力がめっちゃ上がったなっていう感じですね。まあ、コンボ加算とか、お湯じゃないんで、最前線戦うのはちょっと厳しいかなっていう感じはするんですけど、まあ、順当な強化もらって嬉しいかなって思います。はい。トールも同じような感じかな。うん、同じですね。光ここつなげると、半減の 3.5 倍ですね。はい。ミストルデインの方が木の攻撃5倍、闇の HP1.5 倍が 2.5 倍になりましたよと。で、木の2コンボで、1.5 倍が3倍になって2コンボ加算ということで、なんぼ ?15 倍か。15倍出ますよという感じですね。ウラノスの方が、ドロップを6個つなげると5倍、火、水、闇の同時で半減の3倍から4倍になってるんで20倍出ますよと。はい。覚醒が変わりますよ。アルスワンもこれ変身じゃないわと。進化前ですね。何が増えた？スキブが1個増えて、封印と光コンボが増えた。で、究極後の方がスキブが2個増えて、あ、火の泥鏡が消えてますね。で、無効感が2個ついたっていう感じですね。なるほど。アモンの方が、これはなんかとっちらかってるけども、マシンキラが2個増えてますね。で、イズイズの方が、悪魔キラがついた。トールが、マシンキラーがついた。ミストルテインが、あ、すげえな。スキブが1個増えて、木のコンボが3つ増えた。で、その武器の方に封印がついた。で、ウラノスの方がスキブが1個増えて、闇コンボ2個の体力キラーがついたと。はい。小学生の方がアモンの方にマシンキラーがついたんで、これマシンキラー4つやばくね。まあまあ、でもね、そのドットのあのなんか AU シリーズだっけ、あの辺とかもうキラー4つ持ちとかあるんで、まあもう珍しくないのかなっていう感じもしますけどね。はい。ミストルテインの方に無効貫通がつきましたよと。はい。で、小学生追加で、アルスノアのこれ進化前の方にこういった、小学生が追加されました。ウラノスにも追加されましたと。で、アウスのあのステータスがちょっと上がりますよっていう感じですね。そうだなぁ。まあ、ミストルテインが、まぁ、あ、ちょっとマルチ前提なところもなくはないんだけれども、まぁ、あ、ワンチャンあるかな。パーティーの攻撃力をしっかり上げてくれる性能になってるかなっていうふうに思いますね。あとは局所的にアモンとかも使えそうだし、イズイズはまぁ順当に強くなったなと。まぁ、あ、トールもそうですね。で、そうだな。アルスノワはまあちょっと、なんとも言えんな。そんなめちゃくちゃ強くなったかって言われると微妙かなっていうふうに思うんで、もうちょっとなんか上げてもよかったかなっていう印象はありますかね。うん。そうだな。まあ、イズイズ3体突っ込んでなんかループするみたいなやり方もちょっとね、遊んでみようかなっていうふうに思ったりはしてますけどね。はい。そんなところですね。まあ、今日、木曜日なんで明日またもしかしたらなんか新しい情報があるかもしれないですけど、僕ちょっと夜勤なんで動画撮れないんですよね。そこはちょっとごめんなさい。はい。ということで、皆さんの感想もね、よかったら教えてください。ということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。